2016年、17年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資を しておりました、世界バイナリーオプションスペシャリスト社の販売王先生です。販売家の本家の貴族でもあります。国家で歌われている君が要は岩尾となり手の岩尾という名前です。父もじいさんも同じ漢字を書きました。そのことで、政府は歌ってますけども勝手にやって、歌ってるだけです。で、本物の貴族です。作った貴族ではないですね。本物の半負けという名前の本家の王様です。で、今回インジケーターですけれどもいろいろ調整しまして、今 60% ですね。月曜日から現在まで、これ 80% ですけど 60% にしましてね、あとダブルに1分後にシグナルが出てしちゃう、バグがあったんでそれ修正したんですけど、これを 60% で RSI が80/20にしてですね、周期が自動設定でね、これ調べてますけれどもコンピューターがね。で、7000の利益を取りました。月曜日だけでね、1000円ずつ通して、それでそれ勝率 60% 以上でやったんですよ。あとちょっとバグがあるな、インジケーターでしてね。で、今回修正しまして 80% でやったらいいかということでね。ただ5個以上の取引数と、こうね、5個以上の取引数ということじゃないと出てこないんで、で16個、6個、5個、9個、17個、5個と出てきます。これ約、5日間前からの分析です。8000ですから、8000ですね。でね、これ、点9かけるんですね。ちょっと後半見てませんから。で、割る60で、120時間ですね。で、割るごとの24だから何日になるかというと、5日間、ちょうど5日間ですね。5日間前からの分析データで分析してます。というのはね、これ以上多いと処理が時間かかるんで、こっちは新しいパソコン買いますから、32コアのね、パソコンに買い替えますけども、100万ぐらいかかるんで、で4台だから400万ぐらいかかるんですよ。そうしますとね、この処理が8000から4倍ぐらいまではね、同じぐらいで処理できるんじゃないかと。まあ、3倍ぐらいですね。と思って。で、勝率 80% 以上の15分のバイナリーオプションですね。で、FX でも株でも同じですね。大体このインジケーター、使い方はほとんど変わりません。で、それでね、今こういうハイアンドローのバージョンになってます。で、火曜日からこれで投資しようということでね、バグが早く出るのがあったんで修正して、これに変更しました。80% の勝率で結構シグナルも出るんで、これなんか17個も出てるからね。じゃあ先頭に持ってきますね、これね。17個も出てると、17、16、6、これ5かな。9、5ね。1、2、3、4、5、6個の銘柄ですね。まあ、これはね、販売を制するのは必勝インジケーターなんです。
ですよね。内部のね、RSI とは出してますけども、秘密ですね。この、表示されてませんから、テクニカル分析ね。それで、RSI も表示されてませんでしょう。で、一応こちらには出してますけど、RSI ね。全部秘密になってますけどね。で、これで必勝なんですね。必勝になるって。大体こう、勝率を上げると、10% から20% 落ちます。80% にしても、これ 60% ぐらいの勝率になります。大幅に落ちます、勝率が。この 80% も上げるとね、勝率がね、20% とか 30% 落ちます。ね。まあ、20% ですね。20% 落ちますから、これ 88% でも、ね、68% ですね、大体。ね。それで、販売を選択。これは、販売は禁止になってます。法律上、証拠になりますので。この通り、シグナルで投資して、88%、88.9 だったら、約 60% の勝率で稼いでいけます。ね、でこの 81.3% は 61.3% ぐらいですね、勝率がね、実際ね。でね、バイナリーオプションで大事なことは RSI は必ず入れること。で、周期今16でしょ、の80の20で見てるんですよ。これ15ね。これ 14の80の20。15、16って出てますね。これね、自動調整されてるんですけど、15、16あたりがいいだろうと。まあ、約15はいいと思われますね。バイナリーオプションの場合はね。15はいいんじゃないかと思われます。でね。このようにね。設定をね、非常にね、バイナリーオプションは必ず RSI は大事ですので 100% 必修ですね。販売は先生ちょっと当てにならないとこもあるかもしれませんけど、私のね、私流だとね、保証しませんけども RSI は必ず入れるということ。分析でね、買われすぎね、売られすぎのね、状況をいつも必ず見て分析することが大事だと思います、私ではね。ね、ということで、朝方の5時40分ですね。で、まあ、この 80% テストまだ初めてなんですよ。60% のテストでは成功しました。60% だとね、5% ぐらいだと思うんですよ。落ちるのがね。60% 以上でやってましたから、80、こういうのにも出ておりましたからね。ということで、あんまりね、勝率上げてもね、そう、ダメなんですよ。そんなにね、上がんないの。結構落ちるんですね。ということでね。
で、浜先生は億万長者ですね。億万長者の私です。あのね、僕は明日、お誕生日ですから。ね。明日、僕のお誕生日です。僕は1958年10月17日生まれ。六本木で生まれました。十字病院ですね。渋谷で生まれました。貴族の私が生まれたんで、六本木とか。六本木シリーズとか、六本木が栄えたんですね。私が生まれたとこなんです。東京。六本木。というか、渋谷でね。で、今一番栄えてるわけですね。みんなが楽しむ場所。ね、レジャーとかね。ね。男女は、非常に、渋谷っていうのは、これは私が本物けど、君が代の岩尾がね、私の名前なんだけど、が生まれたとこなんです、ね。渋谷の十字病院ですね。1958年10月17日。明日で還暦になります。ね。私はね、若い時、高校までには高大学文学部の勉強を卒業して、それから神奈川工科大電科を卒業したんですね。で、大学の先生の、先生の実習をしてね、大学でね。で、世界に、500校以上の大学、日本だけじゃなくて、100校以上だったかな、外国まで。文通してね。で、大学の教授の資格を取得してるんですね。私は、大学の教授の資格を持ってるんです。国立までね、国立。芝浦さん、にも文通して連絡いただきました。まあ、先生としてのね。あそこは国立ですしね。いろいろ世界に国立大から、文通をしましてね。で、大学の教授の資格を持ってます。国立大まで。うん、簡単な高校の先生の資格じゃないですよ。大学の先生の資格だけじゃないですよ。教授のですね、まあ場合によっては名誉教授ですから、資格を持ってるわけですね。で、インジケーターなんですけども、このような方法で私は億万長者になってます。2016年デルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になりましたね。で、1億円資格を通しておりました。それで、ね、世界、バイナリーオプションスペシャリストの半分になってます。オリンピックの、金メダルよりかもっと大変ですよ。スペシャリスト。本当の、オリンピックはアマチュアオリンピックですから、アマチュアですよ。ね。囲碁とか将棋も、オリンピックと同じです。アマチュアです。アマチュアみたいな。プロでやってますけどね。実はアマチュアですね。私の方が強いし、名人よりかね。プロの囲碁とか将棋も私の方が強いですよ。米中さんなんかも、昔ね、東大に来た時に、ね、私がおじが指導しました。家にね、家でね、指導しました。僕は東京大学の将棋部の主将をやってました。私はね、やったことがあります。東大の将棋部の
キャプテンですよ、私はやったことあります。でですね、で、でこういうふうなインジケーターですね、このようなで、これだけだとダメなんですよ。無数にね、いろいろね、インジケーター開発しないと分かんないです。真似してもね、逆に損しちゃいますから、難しいから。大体素人の方をね、見てね、学んだ方がいいと思います。私の直感だけども、ズレがないから、真似してもちょっとズレが必ず出ますから、あらゆる分析をね、入れてますから。だから逆に応存しちゃいます、真似するとね。なんせどこも余裕はないから、ズレがあったらもう全部3というようなロジックになりますから、分析がね、どこも余裕がないです。だからそれを真似するとね、いろいろ組み込みがありすぎてね、これを真似しちゃうと逆にね、皆様方破産しちゃいますね。同じように作ってるというようなことで真似してもらっても逆に行動しちゃいます。というのは余裕がないんですね。複雑すぎて余裕がなくて、見た感じではこうなっても全然違うんですね。逆転なんで、逆に負ける方法のシグナルのやつ、シグナルのメインがあって、勝率はばっかり上げるだけだっていうとね、頂点になって上しかないんですね。その一点っていうのは次のサイクルにまず来ないんです。逆に難しい。だからないっていうかね、プラマイゼロなんです。儲けプラマイなくなっちゃうんですよ。 50% になっちゃう。極地の一角っていうのはね、出るんだけど、分析で出るんだけど、そこには次来ないんですね。50%になっちゃうんですよ。だから実際 55% 以上、60% 以上じゃないと稼げないからね、実の勝率ね。だから 50% の精度、ただ 50% の精度を見たいときはそうやるよね。だったらめちゃめちゃに投資した方がいいんじゃないかと、ということになっちゃって意味ないわけ。そんなの分析出してもね。だからその頂点で見てるんだけど、減圧してるんですね。この勝率っていうのは高くしてるだけじゃないんで、減圧してるんですね。減圧。頂点になって勝率が高くて、数も少なくなるんだけど、勝率ね。上げるとね、次来ないんですよ。50%になっちゃうんですよ、勝ち負け。で負けちゃうんですね。60%以上ないと、ありませんから。ちょっと左のことが終わりました。時間がね、で、で、私のは決して聞くだけで真似しないという、頭も真似しないということが大事ですね。ただ、こういうようなことで将来、ね、わかんないでいいわけです。わかんない方がいいんです。で、こういうのを見といて、で、周りの出てるね、スペシャリスト者とか、そうなってない人たちのね、説明、先生の、聞いて真似して同じ合いますから、ね、私には全然考えが合いませんし、何とも生活も合いませんから、ね、よくみんなの話の先生をよく聞くこと、私の話は、ね、聞かないでいるのが大事ですね。だから感覚というか、こういうのがありますよということで、ね、やってますよということですね。ね、で、なぜ細かいし複雑だし、聞いたって分かんないですよ。で、必ず 100% 間違いますから。で、
間違える気候ばっかりしか話してないっていう、わざと話してるわけじゃなくて、いろいろ考え入れてあるから、ね、聞くことできないから 100%。間違えるだけなんですね。だから私の話は絶対聞かないということ。で、そういうのはあって、ただ、勝ててますよと、ね、いうことですね。何回ごちゃごちゃやってても、あらゆる、こういう表示、バランス、ね、こういうのを全部出してやってますよと。で、コンピューターで全部分析してますよと。人間の判断入れてませんよということですね。決して人間の判断入れてはダメですよということですよね。ただそれは無理だからに、ね、私の場合は、焦点は、人間の判断絶対入れちゃいけませんと。間違いが多いからと、ね。ね。将来はね。ただ、それはダメですよって。難しいから、普通はね。人間の判断入れないで投資したら間違いが起きますよということですよ。人間の判断入れて投資しないと負け。ね。皆さんの頭いろいろ結集してね。考えた判断で、投資しないと負けますよということなんです。ね。まず、それができてから、ね。プログラムをすればいいわけです。それが見つからない限り、いきなり飛ばして、コンピューターだけのプログラムの判断だけで、ね。投資して稼ぐってことはできないんですね。だからまずはコンピューターの判断なしで稼ぐ方法を見つけなさい。それで稼げますかということね。だいたい普通はね、そこまでできてできないかできるわけです。人間たちはね。それでプログラムそれを入れることできないんです。入力は。コンピューターにプログラムするの難しいから。だから大体それで稼ぐ人が ほとんどなんです。コンピューター分析まで、ね、自分で稼ぐ方法が何か出てきたと、ね、戦略方法出てきて、それだと、なんとかちょっと稼げると。ね。だったらそれで、プログラムは、その自分の勘、分かってもそのプログラマーでもないから、専門家のプログラマーでもないから、プログラムできないですよ。コンピューターに自分の頭入れられないんですよ。戦略のね。ね。だから、それやんないで、もう自分の頭で、ね、人間の頭の考えで投資するわけですね。大体それで終わっちゃうんですね。だから、それが、見出せなければ、コンピューター分析はダメですね。ちゃんと人間の判断で、どうしないで、ね、で、私の場合、スペシャリストの場合は、プログラムに置き換えちゃってんです、ね。自分の考えはプログラムに全部入れられるんですね。何でも。自分が見つけ出した方法、戦略、投資の戦略、戦争じゃないですよ。戦略ですよ。喧嘩とか戦争じゃないですよ。投資の仕事の、ね、この、ね、上か下かで会うことを言うわけですね。それを戦略って。戦争じゃないですよ。うん、ね。これ間違えちゃいけないんで、投資は戦争しませんから。戦略って言いますけど、これは稼げる方法ですね、の戦いですね。これを言って戦略と言って、戦争じゃないんですね。間違えたら困りますね。戦争じゃないんですよ。戦略って言うけども、投資戦略って言うけど、これ戦争じゃないんですよ。本当の戦争じゃないんですよ。危ないもんじゃないんです。ね。当てる方法ね。当てる方法なんです。稼ぐ方法。宝くじで当てる方法が戦略ですね。これが投資方法ですね。
あのね、私ね、ありにありまで宝くじがね、1400倍の宝くじだったかな。1400倍、400分の1という確率で100万当たるんですよ。それ買いに入ったんですね。500円で買うんですけどね、1400分の1ぐらいの確率で100万当たるんですよ。で、役所公認のやつですからね、あんまり合計の高、合計のあのビクは毎月買ってんですけど、あの自動購入してるんですよ。全然当たんないんだね。合計全然当たんないんだよね。毎月買ってるんだけども、僕は大学生の時から買ってますから、宝くじ。大学生の時は宝くじ買ってますけど、当たったことないんですね、全然。で、1400分の1ぐらいの確率の宝くじを買いに入りました。で、保険証で身分証明書の発行は必要だということで送ったら、審査来まして、通りましたということでメールで返ってきまして、ね、まあそういう宝くじもいいでしょう。で、たくさん買ってもいいんですよ。それでこう、勝率、これ16個いいですね。16個いいですね。9556か。ね。で、こう、今度 80%、60% だったんで、60% の時は、この数が10個以上だったんで、今5個なんですね。5以上にしてて、RSI が15、80、20になってますね。これ16、80、20。これ22になってます、16。これは RSI 15ですね。14ね。大体ね、やっぱね、これは15分のバイナリーオプションですから、15分がいいみたいですね。で、まあ、こういうような感じでね、あんまりお先生は、がっちり稼ぐ方法を見つけ出しておりますね。で、これはね、このインジケーターは、下の系統、に販売することは許されませんでした。ごめんなさいね。出品できない、できない、ということでね、こちらの方に来てます。ね、というのは、そのまま投資したら稼げるわけですから、お金を与える汚職になっちゃうんですね。手も加えることないですから、このシグナル通りだけですから。何も設定値もないし、このシグナル通りで通してでしょ、ね、だから、ELGPP 上に買う、 ELGPP こう上って言うけど、ね、この時に出たよね、シグナルデータですね。で、汚職になるんで、販売することが出品できませんでした。いろいろ私の出品場所がありましてね、そういう情報が入ってくるんですよ。一つのところじゃダメなんですけど、ね、たくさん出品場所を持ってまして、そのまま投資して稼げるインジケーターとか、シグナルはね、違法なんですね。稼げるのは、稼げないのはいいんです。手を加えたりするのはいいんですね。家もそうですね。自動売買も禁止になってますね、稼げるやつは。
そのままとしてお金になっちゃうっていうのは汚職になっちゃうんですね。だから奥さんとかね、とかそういうのだったら一緒に仕事してればいいけど、ね、他は他人はもうあと他に行って出てる人はもう全部ダメ、汚職になるんで販売することできないですね。私が捕まっちゃうんでこれをね売ることができないんですね。お金をあげることになる、汚職になるわけですね。いくらお金をもらってもね、汚職になるんで、この投資戦術もプログラムもね遅くなっちゃうんで、公開したらね捕まっちゃうんで、まあそういうことでこれ買ってんのかな、この今出てるでしょ、6時でしょ、だから飛躍体があるからね変動するんですよね。こういう時はね投資できないという具合でね、こういうインジケーターね、これがね決算のところですね。これ決算のところの位置、これシグナルというの下、これ決算のところ、これ上行ってここでしょ、これをまあ混ぜてるんですね。ここはですね、これ決算ここですね、ということですね。でこれね、大体ね15分バイナリーは12分後に決算されるようにということにしました。そっちの方がいいみたいだな、両方あるんですけどね、マイナス15にした方がいいかな。まあそういうことですね。どうも、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしていました、億万長者の半間岩尾先生です。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。どうもありがとうございました。世界バイナリーオプションスペシャリストの半間岩先生の、稼げるインジケーターの発表と紹介でした。ありがとうございます。